鈴木千明は日本の人形作家。羊毛倉庫名義で創作活動を行い、特に羊毛フェルトの立ち人形のパイオニア。配偶者は映像プロデューサーである鈴木のブヨシ。羊毛の人形は縫いぐるみの延長線上として動物をモチーフにしたものが多い中、鈴木千明が作る人形は小説や絵本、映画、絵画などからの着想によるものも多く、 小道具や背景もほぼ自作したものをジオラマ的に配置したものも少なくない。羊いの少女東京、横浜、名古屋、大阪、福岡にて、羊毛フェルト人形の講座の講師を務めている。また地元の小学校でワークショップの講師を行ったり、絵本の読み聞かせの奉仕活動など、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいる。この頃三3 茶屋中央で、もぎり状出産を機に、シュタイナー教育の考えに触れる。ウォルドルフ人形の制作などを行う。この頃、旗織りや藍染めなどの手仕事を始める。東京都北区の幼児教育支援の団体などに参加し、染めのワークショップなどを行う。出品作にはスイーツが多く、今ではあまり見られないモチーフ。この頃、 羊毛工作人と名乗り、自宅にて、羊毛フェルトの教室を開く横浜防具学園にて、講師を始める、日本手芸協会にて、講師防具学園震災場所校にて講師を始める、熱海市立桃山小学校にて児童を対象にした、ワークショップ1東京スピニングパーティーで、初の講演、羊毛倉庫、人形の秘密この時に、図録的な同盟写真集を10冊限定で、 販売2009年5月の防具学園の講座の卒業展として行われた18人のピノキオ展の時に結成された羊舎という鈴木千秋の弟子を中心としたグループがある。主にデザインフェスタなどを中心にヨ毛モフェルトのグループ展を行う。鈴木千秋の指示を受けたことを公言するヨ毛モフェルト作家は幾人入るが鈴木千秋は協会を設立しておらず。 指定関係をビジネス的に結ぶこともしておらず、いわゆる上納金などとは無縁で、その関係はあくまで主とその教え子に止まっている。掲載シーンタビュー、略歴よりありがとうございます。